ははい皆さんこんこにちはごふさたしておりますす今いるチャンネルです、えー、相変わらずね 4K のドライブ動画をうまいこと皆さんにお見せできないのかなと思ってしかも安くね、えー、やれないかなと思って頑張っております <laughs> あすいませんえっと前回ねこの赤素で撮ったアクションカメラで撮った動画を 4K のままなんとか上げられないのかなと で iPad でやってみたんですが 4K だと重すぎて全然動かないということでやっぱり Windows でなきゃダメだねということで Windows で、えー、アプリを、ね、探ししててやってみましたこの後ねパソコンの方で少しその状況をお見せしたいと思いますはい、えー、パソコンの方に来ました えっとね、ビデオキャプチャーボードっていうんですかねがないので申し訳ないんですが画面越し画面を録画してる形になりますえー、っと赤素で撮ったねえー、っと mp4 っていうのかなあの動画ファイル 4K の動画ファイルをいじれるアプリまあ無料でやりたいなと思っていろいろ探してたんですがマイクロソフトの標準でついてくるまあこれはダウンロードになったんですけどマイクロソフトクリップチャンプっていうんですかねこのアイコン これだと 4K が扱えるという情報があったので実際にダウンロードしてインストールをしてみました。もう立ち上げてあるんでねそれお見せしたいと思います。まあこんな感じでね、まあ、編集画面が出るんですけど今 4K の赤素で撮ったファイルをつなげてあります。ちょっと再生してみますね。 こんな感じでね 4K なんでかなり綺麗いに撮れてますね。この間も 4K のファイルを iPad でお見せしたんですが、それと同じぐらいに麗にいに再生できてるんじゃないかなと 4K なのでねそんなに重くなく綺麗にスムーズに再生できてるんじゃないかなと思います。このね、なのでこれをじゃあ出力すれば 4K のファイルが出来上がって アップロードすれば 4K のドライブ動画できるなと思って、はい、今止めちゃいましたごめんなさいえっと思って、えー、っとダウンロードまあエクスポートですねしようと思いましたはいこれがエクスポートのボタンですねでこれエクスポートやろうとポチッとやったらですねなんとなんとここ見えますかね 4K 確かにあるんですけどダイヤマーク 有料のものもなんです、ね、だから HD1080P の HD まではえっと無料でできるんですがこの 4K は有料とじゃあいくらなのっていうのをちょっと見たらですねこれアップグレードするっていうのを見るとちょっとねお値段が。 最初の月は960円でそれ以降年9600円,円ということで毎年まあえー、っと、まあ、利用料っていう形で、ね、年間1万円近くかかるっていうことのようです 4K のファイルをエクスポートするものにアップグレードするとこれはちょっとできればあの無料でねやりたいなと思ってる私にとってはかなりハードルが高いということでこれは諦めました。 はい、それでじゃあ次にね何をやったかっていうのをお見せしたいと思います。はい、で次に何をしたかといいますとまあこの要は赤ソで撮ったファイルこれを 4K の動画に仕立て上げるにはやっぱりお金がかかるということだったのでお金をかけたくないということなのでこの手元にある iPhone11Pro で撮った動画で 4K のファイルを 作りたいといととうことなんですけどえっとスタンドねまたまたスタンド買っちゃいましたこれあのアリエクで300円弱だったかなのスタンドを買いましたえどういうものかっていうとですねもう箱から出してありますこちらになりますえっと正面から見るとこんな感じ横から見るとねこんな感じですこれが見やすいかなここに iPhone を挟み込んでこれ何がいいかってここの ここの部分がちょっと柔らかいんですよねなので実際にこれ iPhone を、まあ、こういう形でねつけるんですけど、まあ、少し広げてねつ、まあ、けてやるという感じになろうかと思います。で実際ねこれをこうダッシュボードにこうつけて前を録画してやろうと。でダッシュボードに直でつければ揺れも少ないだろうというふうに考えて。 えー、これをピタッとねこうダッシュボードにつけて、えー、ブレをね減らして、えー、動画を撮ろうというふうに考えました、まあ、次から次へと、ね、いろんなものを買って試してるっていう今そんな感じになっちゃってますで実際にねこれ止めるのはこういうあの、えー、ジェルマットっていうんですかねあのテレビの下につけて地震の揺れを吸収して倒れるのを防ぐっていうこのジェルマットをこの下にねこつけて やでこれえー、っとよくよく見るとねあの運転者がこの画面を見れるようにつけるものなので実際は少しねこのようにダッシュボードにつけると下向いちゃうんですね。でこれを少しこう上向きにあつまりこういう形にしたいということでここにねこ,うこのジェルマットをこう入れ込んで。 固定して前が取れるようにしようというふうに考えてこれを購入してテストしてみたいというふうに思いますじゃあ車の方にねつけていきたいと思いますはい、えー、車の方にね、えー、来ました装着してみましたまあここねジェルマットっていうんですかね地震の,あの吸収をするマットでつけてますまあこっちはね結構がっチりしてます横から見るとね こんな感じになってます。ちょっと見にくいですね。ごめんなさい。はい、えーとね、こんな感じです。ここのね背中の部分にこれと同じマットをつけてね、まあ、少しこう浮かせる形で固定をしてね、えー、走ってみたいと思います。はい、こんな感じでつけてます。はい、えー、実際に走ってみました。えー、これもすでにね、えー、っと動画でアップしている動画になりますけれども。 えっと割とね綺麗にいに動画自身はね 4K なんできれいに撮れてると思うんですが振動がどうかっていうとこですよねえ今まだねこれ第三景品第三景品走ってるところなんですまだ第三景品入ってないのであんまり道路の継ぎ目とかないのでえスピードも出てないのでね綺麗に見えてるとは思うんですがやっぱ少しね えこういう今,今通りますけどこういう道路の継ぎ目に行くとまあ車ボディ自身はね揺れてるボンネット見れば揺れてるの分かると思うんですけどえ許容範囲でねえ手ぶれ補正が少し効いてるのかなっていうところですかね。えっとまあこれぐらいなら昼間だったら見れる画像にまあビデオになるかなっていう感じですけど。 ちょっとね夜だともしかするとビビリ、まあ、光のビビリが入っちゃうかもしれないですねで、えー、と私の今の気持ち的にはこのスタンド割と使い勝手がいいので、えー、iPhone の、ね、取り外しも簡単ですしまあそんなにたくさん揺れビビリが入らないのでしばらくねこれを使っていきたいと思いますようやくねなんかあの、えー、まあこれならいいかなというようなものができましたんでね えー、これを使っていきたいいと思います、まあ、ただね、あのー、容量的な問題があるのであんま長い、えー、動画を撮るとね iPhone の容量をオーバーしちゃうなんていうのも 4K だとあるのでちょっとね、あのー、撮るそのルートとかね使う何て言うんですかね、えー、っと用途、まあ、走る距離とかねそういうのに合わせてね 4K にしたり、えー、HD にしたりというのを切り替えてやっていきたいと思います。はい えー、夜ねきれいに撮れるかどうか分かんないですけれども一旦これで、えー、4K のね動画の作成の、えー、ビデオはね、えー、検証は終わりたいと思います、えー。長々とご視聴どうもありがとうございました。失礼します。